はい、皆さんどうもこんにちは。11月3日午後2時からですね、はい、生放送でやっております、ノブバーさんと8番目の侍でございます。どうも、いやー久しぶりですな。約1ヶ月ぶりぐらいですかな、皆さんとお会いするのはな。ちょっとね、福岡は柳川の方に、江口真一座の公演で、行ってましたんでね、皆さんとお会いするのは久しぶりになってしまいます。皆さんお元気ですか？私はいつも元気です。じゃあ恒例のですね、はい、何万だ何万だ。というわけでですね、本格的に入りたいと思います。まあですね、この10月の末はですね、柳川江口真一座公演倍増産のことね、皆さんありがとうございました。もう柳川の方、見ていただいた方、本当にありがとうございました。おかげさまでですね、大盛況に終わりました。もうお客さんもですね、足を運んでいただいて、また上演推進委員会の方たちね、皆さん本当に協力していただきまして、ありがとうございます。この番組を通じて、ちょっとね、お礼を申し上げます。まあね、やってきたのがですね、この、バーイ増産のことというですね、これなんですけどね。まあね、去年も、一昨年も、ね、これ江口真一座やってきたんですけどね、今年は3回目にやっと定着したかなという感じでやってきました。まあこれからもね、続けていくつもりなんですけどね、もう皆さんのねご協力が必要なんでね、遠くから、今回ですね、東京からもね、東京からもお見えになった方がいてくれてね、本当にありがたかったね、ありがたいというかね、そうでしたよね。もう大阪からも来た人ね、出演者の中にファンの方がいる方がいてね、そういう方たちがね、全国各地にこうファンの方がいるんで、その方たちがこう見に来てくれたというね、そこまでこの江口真一座倍増産のことがちょっとね評判になったようですけどね、どうもありがとうございます。まあこういう感じで始まります。でね、一応ね、今日はね、高橋くんがですね、本番前の稽古でいないんですよ。だから一応私がですね、演劇滑り込み情報ということでですね、最初やってみたいと思います。ね、今月は、今月じゃないや、今回は、この一本はですね、ちょうどこの土曜日、本当はレギュラーキャスターの服部由紀子さん、ね、劇団スワロの服部由紀子さんの作品なんですね。今ね、彼女ちょうど稽古中で、この番組しばらくお休みなんですが、ちょっと代わりに宣伝をしてくれということもありましてですね、ちょっと宣伝をしたいと思います。これはね、劇団スバルというか、これはですね、劇団スバルの公演じゃないんですよね。福田光尊生誕100年記念公演という感じで、まあ劇団スバルの役者さんが何名か出て、他はいろんな事務所ね、 P カンパニーとか、そういう方たちが出ていらっしゃいます。明暗という作品ですな。これ明暗という作品、場所はですね、紀伊国屋サザンシアター、新宿にありますな、紀伊国屋、7階かなんかにあるところですな。時期が11月の28日から12月の2日までね、やっております。これがね、時間がですな、28日がですな、午後7時から、29日が2時から、30日が7時から、1日が2時から、2日が2時から、という、ちょっとこれね、ランダムになっておりますけどね、ぜひ、服部さんなんかね、違うキャラクター、今までやったことないようなキャラクター、こう、なんかな、ちょっと昭和初期の、つつめかしというか、そういう役をやるらしいんですよ。なんだっけ、ゆき子のお雪語りか、ブログの方。ブログは何でしたっけ、あの人。わからない。お雪語りじゃなかったっけ？うん。みんなわかんない。でしょ、ほら。え？お雪語りだったかな。そのブログの方にもね、これ出てるらしいんですよ。あとね、一番早いのは、もう問い合わせしていただくという感じで、この、演劇企画、JOKO、ジョコっていうのかな、これ。ね。電話番号03-6907-9213。ね、朝の10時から午後の6時まで、土日祭日を除くということで、ここに電話をしていただければですね、詳しい案内とかですね、予約とか、ここでできるそうです。ちなみに料金だ、料金はですね、ですね、はい、一般が5500円、学生が3500円、まあ多分服部さんの名前を出していただければ500円ぐらいはきっと負けてくれると思います。
まあ勝手に言っております、私がね。多分それぐらいのあれはしてます。だからこのノブバーさんの番組は見たということをですね、言っていただければね、500円割引になるんだ。ノブバーさんとか買ったらいくらですか？僕から買ったらですね、6000円になります。500円は俺手数料取りたいと思うんで、うん、よろしくお願いします。あ、でもこの500円って言ったおかげで、俺の助けになるかもしれないね。じゃあまあ一応いいです。まあノブバーさんの作番組を見たということでですね、こう聞いていただければ、多分何らかのサービスが待ってると思いますね。よろしくお願いします。というわけでですね、まあ今週のですね演劇滑り込み情報は明暗という作品ですな。服部由紀子さんが出てる作品です。どうぞよろしくお願いします。まあということでですね、今日はですね、もう久しぶりでですな、もうあれですもんな、大変ゲストもな、お呼びしたばってんからですな、まあ今日のゲストはですな、もうなかなか、いつもはですな、こう芝居関係とかですな、そういう人を呼ぶんですが、今日ちょっと変わった方をな、お呼びしておりますな。まだですよ、まだ呼ばんけんですな。まあそういう感じでね、まあ今回ですな、まあこのバイゾータンのことの話になりますが、柳川の方で、ちょうど今年7月にですな、水害に遭われた中山地区、六郷地区の方たちをご招待したんですが、約50人ほどトータルで招待客で、来ていただきまして、まあその方たちに地元の新聞社が、取材をしたところですな、すごくやっぱなんかな、地元の方言を使うお芝居ということと、なんかな、分かりやすい展開で、泣いて笑ったっていうことで、記事が乗っかってました、これ。うん、でそういうことで連絡がありまして、まあ、非常に地元の方たちは、あまり柳川といっても娯楽がない県ですな。そういう意味では久々になんか娯楽という意味では思いっきり笑ったし、思いっきり泣いたしということで、もう出演者の方にですね、ぜひ伝えてくれということを言われております。ね、五郎さんもありがとうございますもんね、はるばるね。まあもう五郎さんもですね、年なんですよ、本当は。ねえ、もう普通の年の方だったらですね、もう健忘症が入ったりね、ちょっと地方が入ったりするんですけどね、もう本当にね、去年はもうすごい長いセリフを覚えていただいて、今年はもうセリフはそんなになかったんですけど、体張って体当たりで舞台から起こしてギャグをやっていただいたりとかですね、そういう感じでやっていらっしゃいます。もうね、あとね、一谷信江さんも、うん、ちょうどお忙しい中来ていただいてね、やっていただきました。ちょうどね、舞台でも案内しましたけど、ちょうど11月2日昨日からですな、あそこ国際フォーラム、東京の国際フォーラムで、赤毛のアンというね作品に出ていらっしゃいます。これが4日まで出ていらっしゃいますので、もしこれ見られている方でですね、行きたい方があったらですね、ぜひ行ってあげてください。なんか、意地悪な家庭教師ぴったりね、ぴったりでね、一人でそんなこと言っちゃったもんね。役をやってらっしゃるそうですな。でまたこのひなちゃんも12月でやるそうなんで、まあこれを見ていらっしゃる方でね、ひなちゃんのファンの方はもうブログとかね、いつも見ていらっしゃると思うんで、また見てあげて、行ってあげてください。というわけでですね、みんな終わってからも、柳川終わってからもその日に帰った人もいるしね、忙しい方ばっかりだったんですけど、本当にこれね、柳川来ていただいてありがとうございますということで、役者さんの方にもですね、この番組を通じてお礼を申し上げます。ありがとうございます、という感じですね。はい、ではですね、お待たせのね、本日もゲストでございますね、お招きしておりまーす。というわけでインターバルどうぞ。
どうも皆さん、こんにちは。ね、はい。ジャパンアクターズ TV、ノブバーさんと8番目の侍、やっておりますよ。ね、よろしくお願いします。というわけで、ちょっとインターバルをいただいた後は、本日のゲストでございます。ね。はい。綺麗ですね。ありがとうございます。最近目が悪くなっちゃった。ね、そういうこと言っちゃいけないんですけどね。はい。なんと、美人請負コンサルタント、林千佳さんでございます。はい、どうも。林千佳でございます。よろしくお願いします。もう本当ね、今日は忙しい中ね、はい、ありがとうございますね。ありがとうございます。読んでいただきまして、光栄でございます。ところで、はい、この何、美人請負コンサルタントっていうこの初めて聞くこの、名前はどういうあれなんだっけ。ですね、うん、年齢が、うん、から言うとですね、35歳以上の女性たち。うんうん、だいたいあの女性の肌が、うん、曲がり角というのかね、うん、少し衰えてきたなというふうに感じられてくるのが大体35歳なんです。ああ、なるほどね。この35歳以上の女性を対象にして、うん、年を重ねていくごとに、うん、ただ汚くなるのではなく、綺麗になっていく。すいませんね、私ね。綺麗になっていくというふうに、サポートをさせていただく。おで、私3つのコンテンツ持っておりまして、うん、そちらを使いながら皆さんを綺麗にして差し上げようと。はあ、なるほどね。これは女性にとってはあなたはもうすごい一番知りたい情報じゃないですか。そうですね。ね、今まあ、巷では美魔女っていう言葉がね、うん、美魔女非常に、はい、40歳以上でも美しい、うんうん、そう見えない、その年齢に見えないっていう美しい方が大変多くなっているんです。あ、なるほどね。ただ、うん、実際は60歳を過ぎても美しい方がたくさんいるんです。なるほど。本当はそうなんです。そういえば昔に比べては、はい、よりはね、あれですよね、こう若く見える人が増えてますよね。はい、うんうん、おしゃれにもなってるし、髪だって綺麗に染めてらっしゃる、うんうんうん、そしてお肌のお手入れもきちんとされている60歳以上の方たちもすごく増えてます。70歳ではダメですか。いいえ、ところがいらっしゃるんです。72歳になる、実は私のおばなんですけれども、うん、どう見ても52歳にしか見えないんです。で、私と一緒に歩いてると、あの、姉妹でいらっしゃいますかって言われるんですけど、私の方は喜んでいいのかどうかちょっと複雑なんですよね。逆じゃないですよね、はい、あの、林さんが72人やとか、うん、私の方お姉さんですかって言われてるかもしれないんですけど、ね、そんなこと言っちゃったよね。いや、でもそれもあるかもしれないんですが、うん、実際には、実際にはですね、あの、70過ぎてる方でも本当に見えない方っていらっしゃいます。まあ今はね、昔と違って特にそういう美容関係とかね、はい、もう気にする方たちも多いんで、やっぱり気をつけるっていうことが大事なんですよね。そうですね。そういうことを気にかけてね。日々のお手入れ、うんうん、何でもそうですね、継続することが大切という、うん、あ、なるほど、はい、継続は力なり、はい、ね、美容も、美容も力なりです。毎日のお手入れ、はい、ね、そうだよね。このようにいきなり手を出しましたけども、私のこの手もこのように、うん、ああ、ピカピカして、ね、おばあさんの手と比べると、うんうん、あ、失礼、うん、ちょっと違う。でも、ね、おばあさんだってね、指紋もなくなってくるんですよ。ちょっとね、うん、あの、やはり日々お手入れをされていくと、これ2ヶ月ぐらいで変わってきますよ、手が。はい、あ、私なんかな、もう、あの、バイクとかいじったりしますけど、手が汚いですもんな、本当な。ちょっとね、うん、土仕事されてるみたいな、なんかちょっとね、そうそう、芋掘ったりですな、汚れってね。そういう時でも、うん、手を洗った後に、うん、きちんとハンドクリームを塗る、はいはいはい、その習慣ですね、うんうんうん、もう手を濡らしたらハンドクリーム、洗ったらハンドクリーム。それってさ、はい、顔にハンドクリーム、もちろん、あ、もちろん。それもあります。乾燥してたらハンドクリーム。でも、 もちろん塗ってもいいハンドクリームですけど、ね、そりゃそうだよね、はい。まあ、でもさ、林さんは今このね、あの、美人請負コンサルタントっていうことやるけど、もともとどういうとこからこの道に入られたんですか。はい、うん、すごく不思議なんですけれどもね、うん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 、まあ、この美人の方を増やしていこうっていうなる前に、うんうん、心理カウンセラーをずっとやっておりまして、この6年ほど心理カウンセラー、はい、はい、で、やはりご相談にいらっしゃる方、さまざまなご相談、まあ、日常的なことであったり、うんうんうん、親子関係、うんうん、仕事であったり、うんうん、それから婚活とか、ね、あ、なるほどね、いろいろこう、うん、ご相談になる方で、うんうんうん、特に
まあ、ほとんどが9割女性なんです。で、うんうん、1割が男性の方で、9割の女性の中で、9割が、まあ、女性だからっていうのもあるのか、はい、あ、そんなことないか。うーん、こう相談する相手が、ね、そうですね、うんうん、しやすいかもしれませんね、同性の方が、うんうんうん、でその中でお話をしていく中で美容に関することが必ず出てくるんです。ああ、どうしてもこう笑った時のこの目尻のシワがとか、シワ作んないで笑えるんですから。ああ、そうなんだ。はい、あの何、口だけ、口だけ笑うというよりかあのそういうと口だけ笑うような感じをしてしまいますよね、うんうん、でも実はそうじゃないんです、うん、口だけ笑いながら目もちゃんと笑う、でもこの目尻にシワを寄せない方法っていうのがあるんです。ああ、例えばそういうのがあるんだ。はい、うん、それモデルさんや女優さんたち、あの皆さん内緒にされてますけど、皆さんやってます、うん、ああ、なるほどね。やっぱそういう、こう知識を得る場でもあるんだよね、だからね、はい、でも今の、あの何、女性の悩み事で第1位みたいなのは 何があるんですか。たるみですね。たるみ皮膚のたるみ。皮膚のたるみ。ええ。あ、そうだ、あの、やっぱ体の悩みがやっぱ多い。多いですね、女性の、うん、あの、まあ、メンタルにつながってくる。うん、あ、そうか。結果的に。それによってこう精神的にちょっとね、ええ、あ、気になったなっていうことがこう、そうですね、メンタル的に。ええ、ですからこう、うん、ちょっとシワが増えて少したるんできた、うん。でもまだ年齢的には30代後半。うんうんうん、でもそういう方いらっしゃいます、うんうん、で婚活したいけど、うん、好きな人もなんかいるんだけどどうしよう、あ、なんか告白ができないとか、ね、婚活ってことはまだそのたるみが出てくるぐらいになってもまだ結婚されてないから余計に、そうですね、あ、まあ、微妙な微妙なお答えの仕方しなきゃいけませんけれども、うんうん、たまたまそうでしたけどね、うんうん、あ、やっぱそういう方もいらっしゃるんだ、うん、男性の場合は、男性の場合のもちろん、うん、まあ、一般的によく言うアンチエイジングという言い方をした方がいいかもしれませんけど、男性も、はい、うんうん、それももちろんできますよ。男性の方でアンチエイジングの人もいるんだ、こうそういうので悩んでる人、まあ、いるか、うん、まあ、いるよね、まあ、あのお話の中ではやはり出てきたりしますよね、うんうん、で、あとはこう喋り方っていうものに対して年齢が上がってくるとどうしても、うんうん、あの虫歯がない方って少ないんですよね。あ、そうでしょう、結構虫歯がある人っていうのはほとんどじゃないですか。虫歯ですとか、まあ、直した後がね、あの歯周病ですとかね、歯、うんうん、肉炎です、うん、何らかのトラブルを抱えてらっしゃる、うんうんうん、でそうすると例えば歯が欠けていたりとか、うんうんうん、詰め物をしていたりとか、うんうんうん、いろんな状態がありますよね、うんうん、そうするとこの口の中の環境が変わると、うん、発音の仕方の音も変わってくるんですね。ああ、そうですね、ええ、いや私もあの歯が悪くてあれですけど、あの何本か最初はなんですけど、歯の中って 0.01 ミリ変わっただけでも舌が感じる。そうですね、あのこう窮屈に感じたりね、こう内側に攻めてくると、ね、外側に行くと今度は甘々で、だからその舌がもう 0.01 ミリぐらいの差でももう感じ取るっていうね。そうですね、うん、ですから、まあ、もちろんあのその状態を少しでも歯医者さんに行ってね、うんうん、よくしていただくっていうのはもちろんなんですが、うんうんうん、その今の状態でも、うん、その方の持っている本来の声、声の良さというものを引き出していくっていう方法があるんです、うんうん、あ、そういうメソッドも持ってますから、うんうんうん、それを皆さんにお伝えして、うん、あのご自分自身の声っていうものを、うん、知っていただく。あ、なるほどね。だから無理に若い声を出したりとかね、うん、よく電話で少し高い声出しますよ、うん、あ、よくあの言いますよ、なんか急にあの電話変わる人、何やってんのよって、はい、もしもしとか言う人、で、あの高い声で別に構わないんですが、うん、普段の声もそんなには、うん、悪い声ではなくて、あのちょっと変えるだけで魅力的な声になるんです、うん、ああ、なるほどね、うん、ほんのちょっと変えるだけで、へえ、例えばそういうことをあの相談してあの答えてあげたりしてる、そうですね、あれなんだ、うん、やっぱりそういう方たちがたくさんやっぱいるよね。いらっしゃいますね、逆にね、はい、うん、逆にそういうところ相談に行ける場所があるということを知らない人がいるからね、逆にだからこういう番組を通じてこう、ね、そうです ね, ね、あの知っていただくっていうのは非常にありがたいことですし、うんうんうん、でまだまだ
こんなこと別に相談するほどのことじゃないよねって思われるじゃないですか、その話すことに関してとか、ね、の自分の声だったりとか、もう年をいってしまったからしょうがないのよとか、いやそんなことはないんです。だからこう諦めてしまう要因を一つ一つ消していく、それが私の仕事でもあります、ね、ああ、諦めていく要因を一つずつ消していく、はいはい、なるほどね、うん、ということはあの早めに取り掛かった方がいいっていうのもあるよね。確かに、ね、その方が、改善されるものが早くなりますから ね、うん、ねだから悩みも少し減っていくってことだよね、はい、そこら辺の、ね、ある悩みがね、そうですね、きっとね、アンチエイジングとかね、そういうやつですよね。でもさ、そのこの結構ね、初めてこの、はい、何美人浮世コンサルタントだって聞いたんだけど、これどういうとこから、最初はなんかそういう心理学とかもやって、あとなんかこう、うん、あれしたんですか。ですね、まあ、うん、この名前自体を考えついたのも割と最近だったんで、うんうん、いやでもあの打ち明けてなんていうのかな、覚えやすいですよ。逆にあのなんか小難しいなんか英語が入ってるよりは、うん、いろいろあの、うん、他の言葉も考えてたんですけど、うんうん、あの削除してったら、うん、もう美人請負コンサルタントっていうのになってしまったんで、うん、これは結局それを出して心も外側も美人にするよっていうことを請負いますよっていうことですよね、はい、そういう意味でコンサルタントしますよ、はい、みたいな、もう私が全身全霊で綺麗にして差し上げます、うん、ここまでやるとあれですな、はい、結構自信持てますな、ええ、あのですから、うん、あのこのメソッド3つのね、コンテンツの中には、うんうんうん、お写真を撮ってその方の一番最初のお写真と、うん、それからレッスンを受けていただいた後のお写真と撮るんですけれども、あ、何ビフォーアフターみたいな感じ、はい、本当のその人の美しい笑顔、うんうん、シミとかし、まあ、シミはしょうがないです、うんうん、隠しますけど、うん、シワの出ない不自然な目でなくて、うんうん、それでいて美しい、オレンジスマイルカットの美しい笑顔の写真っていうのをきっちり撮ります。でもそうですよね、中身が変わればね表情も変わってくるって言いますからね。そうですね、表情が心が割と綺麗な人と顔が透き通って見えるってことですね、綺麗に見えるっていうことはよく昔から言いますもんね、そういうことね、はい、うん、だからやっぱり中身もだけど外身も同時にこう改善していくっていうか、う、ね、自分の中で、外側を変える方が、うん、多分女性の場合は気持ちが変わるのが早いと思います。ああ、まあそれはそうでしょう、はい、だってよく他の番組とかテレビの番組でほら整形をした女性の方がいるじゃないですか、はい、ね、もう公開で整形、はい、もうだってもう全然違うもんね、はい、暗い顔をした人が整形した後にもうパーッと明るくなって、やっぱりもう顔をこうやってちゃんと向けて歩けるっていう、こんなことで変わるんだっていうことであれば、結構そういうね整形のあれってそんな悪くないんじゃないかと僕は思うんですよね。例えばね、私もその整形に関して言えば賛成派なんですね、うんうん、そうすることで、まあ、いわゆるお直しですよね、ね、歯を直すのと一緒のようなもんだよね、とにかく ね、うん、それをきれいにすることで自分が自信を持って、うんうん、笑顔になれる、自分が自信を持って発言ができる、うんうん、自分が自信を持って好きな人にアピールができる、うん、でこれができるんだったらいいんじゃないですか、ね、って思うんですよ、ね、うんうん、なんか割とね見た目ってやっぱね気になるけど、逆の見た目にね、ええ、評価されるっていうんで、自分がこう自分らしくできないっていうもんがねちょっとあればね、それがその整形とかなんか違うことによって解消されるんだったらね、はい、全然そっちの方がいいんじゃないかなと思うんだけどね、人が思うほど悩みっていうのは本人の問題だからね、だからね、人がどんだけ悩んでるとかいうレベルって分かんないからね、人からね、だからそのなんか自分が一番気づいてるはずだから、そこをちょっと自分でこう加工すれば全然こう自分の態度が外に向かって変わっていくんじゃないかっていうのはねあるよね、そうですね、はい、ね、うん、なるほどね。その何、さっきから3つ3つって言ってたけど、はい、どういう3つがあるんですか。例えば、まずは先ほどもお話ししましたけども、うんうんうん、その方の本当の声を出すためのメソッド、うん、出すための方法ですね、そのレッスン、うんうん、それを受けていただきます。で2つ目っていうのが、これもさっきお話ししましたけども、うん、モデルや女優が黙っていること、うん、内緒にしているこの秘密の
あのスマイルの作り方。ああ、これは結構あの職業的な、職業的なね、あれだから、はい、守秘義務みたいなもん、はい、特許みたいなもんかな、特許みたいなもんですね、うん、はい、うん、そして3つ目が、うん、これはあの林流のオリジナル手技を使いました、うん、フェイス&ハンド、つまり、うん、あのフェイシャルと、うん、このハンドマッサージ、うんうん、これを使いまして、まあ、あの心身の疲れと、うん、それから全身の体の調整、うんうん、あの経絡を通して、うん、状態を良くしていくっていう、つまり経絡が詰まっていると冷えが起きたりとか、あ、女性の方がよく多いですよね、ありますね、冷えが、そういう、うんうん、例えば便秘の方がいたりとか、うんうんうん、そういうふうなものも全て、うん、取ることって実はできるんですね。ですから、うん、あの特に顔はあの施術していきますと、うん、本当に変わりますよ、うん、皆さん。例えばそれはマッサージとかなんかこう、うん、正確に言えばマッサージだけではないんですね、うんうん、あのクリスタルって言って天然石、うん、分かりやすく言うとパワーストーンって言った方がいいかな、うん、ああパワーストーンってありますね、はい、今ね、うん、水晶のこと、水晶だけではないです、うん、使うのはね、ああそうか、いろんな種類があるんだ、はい、いろんな種類があります、うんうんうん、そういった石で、うん、あの顔にはたくさんのツボがあるんですね、そこをこう刺激をしながら、うんうんうん、あと少し手も使って、うんうん、あのほぐしていく、あ、顔っていうのは、うんうん、実は私たちの全身の中で一番社会的な影響を受けている場所なんです、ストレスの。あ、そうだ、あ、そういえばそうか、見られてるし、見られてるし、ね、その見られてるというのも肌が感じてる、そうですね、ということなんだね、ね、あ、そうなんです、うん、だからその顔にある疲れ、うん、そういうものを取ってあげる、凝りであったりとか、そういうものを取ってあげることによって、うん、ほわっとしてくるんですよ。ああ、なるほどね、うんうん、で、血行も良くなってくるし、うんうん、でそれと同時にこのリンパを通してありますよね、うんうん、で、手もマッサージをしてあげることで、実は手をやることで足までも行く、つまりこう全身流れてるんで、はい、うんうん、全身の流れが良くなるんですね。よく言いますよね、手の先とか足の先っていうのは第二の心臓だってね、と、はい、いうことは全部折り返し地点だからね、血液をね、こう足にしてもね、はい、あの、うん、特別な方法をちょっと使いまして、うんうん、あのハンドマッサージの方もやっていきます。これもオリジナルプラス私が学んできたものと合わせたものなので、うん、ちょっと企業秘密なんですけどね、うん、実際に皆さんにはあのやってさせてもらってます。あ、でも今まで随分の方来られたんでしょうけどね。そうですね、一番関心があるからね、そちらの方が多いですね。うん、ちょっとやってみますか、手だけ。手だけ、はい、あ、やっていただいていいですか。いいですか、うん、あのちょっと簡単なやつだけやってみますね、うん、あ、見えるように、こう見えるように、うん、これでいいかな、まあね、ちょっと簡単な、まずほぐしますね、うんうん、で、まあ、全身全体的に指を、はい、力を抜いてくださいね。はい、この時にこのマッサージを受けている側の人も大切なんですね。呼吸をゆっくり、ついね、あの真剣にこう何やってるんだろうって見てしまうために、うん、呼吸を止めてしまう方がいるんですけども、これ呼吸を止めないでゆっくりと、うん、あの鼻から吸って鼻から吐いて、あるいは鼻から吸って口から吐いてというふうにゆっくりとした呼吸をしていただくことが大切です、うん、これね、このちょうど真ん中のところは自律神経になります。あ、自律神経のツボになります。私自律神経おかしいんですかね。なことないよね。大丈夫だと思いますよ、うん、こちらのですから、ちょっと不安になったりとか、うん、イライラしたりとか、女性の方多いですよね、あのあ、そういう風なケースが、そういう時にはちょっと乱れているんだなっていうことで、自分の中心のところ、うん、真ん中ですね、ちょうどね、真ん中ですね、ちょうどこの真ん中のところですね、うん、を押してあげる、それだけでも随分変わってきます。ちょっとやってみますが、肩こりありますか。あります。あ、ではよかったです。よかったんですか。はい、よかったです。肩こりはですね、ちょうど中指のここ、うん、付け根のところですね、痛かったら痛いと言ってください。あ、痛くはない。痛くはないですか、うん、中指の付け根のところ、中指の付け根のところが肩こりとか、はい、これね、首なんです。実は肩こりって首から来てます。ああ、そうね、首こうやって、コリコリしますよね、うん、で実はここで実際にやって痛みをものすごく感じられる方もいらっしゃるんですね、うんうん、
痛くはないです。痛くはない。大丈夫ですか、うん、ちょっとコリコリしてますね。大丈夫です。大丈夫ですか。これどっちの手ですか。どっちの手でも大丈夫ですよ。あ、そうなんですか。はい。でこれ首のこれ側面、そしてこちらの方が裏ですね、うん、ちょうど後ろか、あ、ここ、はい、ここに当たるってことでね、当たるというところ、うん、少しこうマッサージをしていく、うん、別にあの痛いから痛くないからは実は関係なしに、これ刺激をすることでここの血流の流れを良くするという、うん、ああなるほどね、うん、あの痛くないからあの効いてないかなとかそんなことはないです。でもそうだよね、こういうところってめったにマッサージなんかしないもんね。マッサージはしませんから ね。で他にもまあいろいろあるんですけど、肩こりの方はね、うん、特にそういうふうにやって、中指のところ、うん、中指のところの付け根、ね、だけでもこのね、あの骨がこうポコッと出て、うん、出てるね、そこのところの周りをこうマッサージしてあげるって、これも大事なことですね。なるほどね、はい、うん、でよくあのこのね、うん、手首の付け根っていうのが実は疲れがたまりやすいところなんですよ、うん、なのでよくこうほぐしてあげる手首の付け根のとこ、ええ、これよくわかりますか。付け根のところご自分でよくほぐしてみてください。これ今ねパソコンおやりになる方ですとか、うん、あとは携帯、まああのだいぶスマートフォンとかでね指でこう動かされる、うん、方の方が多い。まあ電車なんかもうみんなこれやってるからな、こうやってね、ただまだこうやって私もそうですけど、うんうん、こうやって一生懸命打ってる方の場合やっぱりね疲れるんですよ。なのでよくあのこの手首の付け根であったりとかこの親指の膨らみのところ少しこうほぐしてあげる。これよく見えるかな、ほぐしてあげる。そうするとこっちですね、はい、見えますか。そうだいぶね、うん、後で効いてくるようになりますよ、うんうん、これこのちょっとあの揉み方っていうのは特殊で、うん、あの後でこう効果が出てくるっていう不思議なものなんですね、うん、ですからやったその場であ治ったっていう人もっっ、もちろんいらっしゃるんですよ。あ、僕ちょっとですね、いらっしゃるんですけども、うん、あのその場で感じなくても、うんうん、その後1時間後2時間後で、うん、あなんかちょっと楽になってきたかもしれないなとか、あもう少し時間、血液のこれ関係あるのかな、ね、抵抗ね流れてるこの子ね、ですからあの血管の要はあのそれ人それぞれ血管の太さって微妙に違ってますよね、うんうんうん、ですからそれもあってちょっと個人差があるってことだ、のはあるでしょうね、血液の流れが良くなると変わってきますからね、うんうん、なるほどね、まあ、はい、こうやって本当に手術、手術というかね手でこうやって、手技ですね、ね、あ、手技っていうね、はい、これやってでまたあの言葉で、はい、悩みをこう解消してあげたり同時進行で、そうですね、お話をしながらやってあげるっていうのが、ああ、そうか、そういうあれなんだね、うん、それだけにあの、うん、集中してっていう場合もありますけれども、うんうんうん、ご相談内容によっては、うん、やっぱりこうね、施術をしながらお話をした方がいいケースもありますから、ね、うん、ああそうだよね、うん、まあその人によってね、ええ、やっぱいろんなタイプの方がいらっしゃるからね、そうですね、うん、なるほどね。でももうこれどれくらい何年ぐらいやってるの。この方法をやり始めては8年ぐらいです、ね、うん、あもう8年もやってるんだ、ええ、この方法で、で新しく、うん、あのまあ、今回その美人請負いコンサルタントっていう名称を新しくしただけで、内容的には前からやってるものなんで、ああそうかそうか、はい、内容的には前からやってるんだけど、こうネーミング的には新しくこう、逆に分かりやすく、分かりやすくしたわけだよね、少し、はい、うん、なんかでもほら経歴を見るとさ、なんだっけ、ん、あ、ドクター・マーガレット、ドクター・マーガレット・ロジャース、はい、バンクースブー、バンクープスですドクターマーガレット、うん、マーガレットロジャースバンクープスですね、に、指示なさってね、これ資格とかね、はい、取ってるから、そうですね、ね、そういうのですよね。これはどういう資格なんですか。これはあの先ほど言った、うんうん、あの鍼灸の代替療法になるんです、針、ああ、針ね、うん、あのさっきお話したように、うん、まあ、水晶も入りますけれども、うん、他の天然石、うんうん、そういうパワーストーンですね、うんうん、そういうものをあの使って
って、うん、まあ、全身の経絡を通して、うんうんうん、でまたあるいはあの目脳のこのドクター・マーガレットが教えてたのは、うん、目脳の板を使ってその人の体の痛いところとかね、うんうん、例えば胃が痛いとか、うんうん、少し頭痛がするとかね、うんうん、そういうところにこうちょっと石を置いてですね、そこの状態を緩和させるような方法、はあ、でも石にはなんかそういう力があるんだよ ね、 ね、はい、だから岩盤浴ってのもね、あんだけみんなが言ってるのはなんかあるんだよね、あれもあるでしょう ね、 ね、石なんかあるね、まあ確かにそうだと思います ね、 ね、なんかあるんだろうね、あんなにみんな気持ちよく行くもんね、そうですね、いいとあとよく玉川温泉っていうのがあるじゃないですか、玉川温泉、はい、玉川温泉ってどこ、あの癌に効くっていう効能がある温泉があるんですね、あのそこのニコ玉じゃなくて、ニコ玉ではなくて玉川温泉ってあるんですね、 あのそういう風な玉川、玉川、はい、そういう石があるんですね、でそこで、うんうん、あの同じ効能を持った、うん、まあ、外国の石なんですけれどもね、うんうんうん、あのちょっとある石がありまして、うんうんうん、そちらの方をあの今ちょっと個人で取り入れましてね、うんうん、で飲み水ですとか、はいはいはい、お風呂に入れるお水、うんうん、あのに入れまして、うん、まあ、飲み水の場合だと3時間から4時間ぐらい置くと水が柔らかくなるんですよ。おお、あ、水が柔らかくって、はい、なんかこう質が変わるとか。質が変わりますね。前昔ほら何て言って木炭かなんか入れて炭か、ええー、ありましたね、そういうのも ね、 なんかね、ああいう感じなんですよね、はい、きっとね、うん、あのバドガシュタイン鉱石って言うんですけど、バドガシュタイン鉱石、はい、バドガシュタイン鉱石っていうのがありまして、それ日本にないよ、日本にはありませんね、はあ、はい、それ取り寄せ、ね、それは、はい、はい、取り寄せて、それ結構高い のそんなこともないですね、ねあの大きいんで、ああ一個大きいの、一個の塊大きいんで、うんうん、でそれは何、砕いて使うの、砕いて使ったりとか、まあ、うん、そうですね、うん、いくつか、まあ、このぐらいの大きさかな、なんかにしてお風呂とかにこう入れておく、これでも どこで取れる石なの、国、オーストラリアの方だったりとか、なるほどね、うん、ちょっとこれはですね、うん、細かく言うと、うん、そのバドガシュタインっていうあの地方があるんですよ、その場所がね、でそこで取れるっていう話だったんですけど、あー、なるほどね、そこの地域でね、実は細かいことを言うと、うん、そこではなくてっていうふうな話も、うん、実は細かくありまして、ただ非常にあのなんて言ったらいいのかしらね、これ言っていいのかな、何、あの、いい天然の放射線を、あ、が体に、微量の放射線というのは非常に体にいいんですよ、うんうん、でそれを、あ、微量だったらね、うんうん、で、いいんですね、天然のもの、うんうんうん、あの私たちの住んでいるこの大自然の中には、うんうん、天然の微量の放射線っていうものは実在してるんですよ、うん、昔からね、うんうんうん、でそれらを受けて私たちっていうのは自然に暮らしてきて健康に過ごしてこれたんですよ、うんうん、でそれと同じで、うん、その玉川温泉のものと同じ効能がありますよっていうのがそのバドガシュタイン鉱石って、でも玉川温泉にある石とは違うんだよね、あとは違います、ただあの効能的には同じようにあの体をお風呂に入れるとあの体を芯から温めてくれる、だから特に冬場これからですね、うんうんうん、いいなって私は思ってるんですけど、ね、うんうん、でもそうなんですよね、なんかあの体もなんか中から温めないとすぐ冷めちゃうんだってね、そうですね、外からいくらこう温めてもね、うん、あのすぐ冷めるんだってね、ええ、だからあのなんだっけ、血行を良くするのが一番いいってね、ええ、やっぱり言ってましたよね、この人も、健康を促進していくためには、うん、やはり食べるもの、例えばネギですとか生姜ですとか、うん、ニンニクですとかね、うんうん、そうやって体を温めてくれる食材、うん、そういうものをやっぱり取った方がいいんです、はいはい、でそういうものとなおかつ例えばお風呂だったら別にそのさっき言ったねそのバドガシュタインではなくてもいいんです、うん、バブだとかね、うんうん、あのなんとか浴とかって、うんうんうん、何でもいいんです、体が温まお塩のやつでも構わないし、体がなんかこうほっかほっかになるなっていうようなものがあれば、うんうん、そういうものを使っていただいて芯から体を温めてあげることで、うん、例えば少し風邪気味だなっ
とかね、うんうん、ちょっと熱っぽいなとか思ってても、うんうん、治るのが早いんですよ。ああ、なるほどね。治るのが早い。うん、はい、うんうんうん。確かにね、ずっと風邪ひいてる人もいるもんね。はい。なんかね、ですから多分体の芯がちょっと冷えてしまっているのかなと。うんうんうん。あ、大元の芯が冷えてるとまた風邪、はい、また風邪ひいてしまったっていうか、ぶり返したりなんかする。そうですね。ね、芯が溜まってればそうね、風邪ひかない人は風邪ひかないもんな、ええ、うん、でそれを、うん、まあ、ドクターマーガレットの講義をずっと受けている中で、うん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 、そういった健康について、うんうんうん、具体的に、まあ、病理学もやりましたし、さまざまな疾患についての対応の仕方、うんうん、それから薬学もやりましたし、うんうん、解剖学もやりましたし、うんうん、あ、なるほど、全部それ入ってるんだ。全部入ってたんですね。はあ、で、うん、それぞれの国の、彼女はイギリス人だからイギリスのハーブについては詳しいけれども、うんうん、日本人の場合は日本のハーブの方が、うん、多分自分たちの体を良くするんじゃないかって言われまして、はい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 、うん、それで、あなたたちは日本人だから日本のハーブをちょっと勉強しなさいっていうふうなことも。でも他のなんだっけ、アロマテラピー、はい、の方も言ってらっしゃいましたけど、ハーブっていうのはなんかすごくいろんなものに効くんだってね。そうです ね, ね、ハーブってね、はい、知らなかったけど、結構基本的にはハーブから、ねね、全部始まってるみたいなことをね、言ってましたよ、この間も、確かにそうなんですが、ハーブだからといって、うん、まあ、これ漢方だからっていうのはちょっと似てるんですけれども、うんうん、副作用がないとは限りませんので、あ、体質に合わないものもやはりあるので、うんうん、もし合わないなって思うようであれば、うん、おやめになるものがあってもいいと思います。あ、ハーブも全部が安全ですっていうふうに言い切ることが果たして大丈夫なのかなっていうのはちょっと私は思います、うんうん、ハーブっていうのは何、どういうその、まあ、アロマだったら匂いじゃない、はい、他には何、紅茶とかでも、紅茶というよりハーブティーですね。ハーブティーであったりとか、ね、とか、うん、あとはお料理に入れる香辛料の役割をしたり、 あそうか、料理も入れるね、はいはい、バジルとかタイムとかは、うん、お茶としてもいただきますけど、うんうん、お料理としてもイタリア料理の中に入ってきますよね、うんうんうん、なるほどね、だからそのハーブっていうのはね、結構いろんな範囲にこうなんていうの、使われてたりなんかするっていうのをね、聞いたことがあって、まあ、うん、穏やかに働きかけてくるし、うんうん、ハーブのこう、まあ、薬草の香りに近いですけどもね、うんうん、そういったものでなんかこう心が癒されるって方が多いですね。ああ、なるほどね、うん、匂いとしてもそうか、そうです ね, う, ね、うん、その効果あるもんな、癒されるとかね、はい、ハーブアロマテラピーでもそうだね、はい、うん、でその中のこの何、公式認定、メタフィジー、はい、公式認定のメタフィジオセラピストっていうのが、うん、そういった、うん、今の治療プラス、うん、対抗催眠っていうヒプノセラピーって言いますけれども、うんうん、少し完全に眠った状態ではなくてね、うんうんうん、起きてはいるんだけれども、うんうん、誘導催眠をかけて、うんうん、その方の例えばちょっとトラウマになってるようなこととかありますよね、うんうん、小さい時、はいはいはい、その状態のところにこう少し戻していって、うん、もう一度こう記憶を遡っていく、そうですそうです、うん、大人の自分と小さい自分、うん、当時の子供の自分と、うんうん、その当時の子供の自分に大人の自分が声をかけてあげられることって何って、あ、なるほどね、うん、そうすると大丈夫だよとか、うんうんうん、あとでいいことがあるからとかね、なんかいろいろあるわけじゃないですか、うん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 、そうすることでそのトラウマを解消していったりとか、なるほど、トラ、そういう方法もありますね、そうだよね、まあ、私なんかないですけど、結構トラウマがある人はあるからね、それ本人にしかわからないからね、うん、そうです ね, ね、うん、人から聞いたら、うん、そんな小さいことって思うこともある、うんうん、思うと思われるね、うんうん、あるかもしれませんけれども、ご本人にとってはとても大きい問題っていうのがありますからね、なんだっけ、僕の役者の友達でもですね、なんか小さい時に 海に遊び行ってて、はい、その海にこう流されて友達が死んじゃったらしいんですよ、溺れ死んじゃった、でそのやっぱトラウマがあって、うん、もう海に入れない、うん、その映像が浮かぶんだって、この海に入るとその友達がわーっとこう流されていった時のことを思い出すから、うん、もう未だに結局プールは入れるんだけど、その波、うん、波というのにね、恐怖症を持ってて入れない、
未だにやっぱそういうのがあるんですよね。そうです ね、あの他人からとってはね、そんなことはそんな大したことじゃないだろうって言っても、もう本人にとってやっぱりガーッとその時代に記憶が戻っちゃうんだって、うん、言ってましたよね、うん、あそういうところにだから記憶を少しずつこう遡って、そこに行って結局タイムスリップするようなもんだよ ね、 そうですね、ある意味ではね、こう、うん、昔の自分にこう今の自分がこう助けに行くっていう、そういう感じです ね、 ね、うん、ある意味分かりやすく言うと助けられるのは自分しかいないので、うん、うんうんうん、ああそうそうそう、はい、あそうだそう、現実の問題であっても助けられるのは自分しかいないんですよ、うんうん、私ができるのはサポートをしてあげること、うんうん、そうだね、こうですよって、うん、こういう道がありますよ、うん、どうですかって言って差し出して、うんうん、提示してあげることしかできないので、うんうん、そりゃそうだわな、あそうそう、人からこう言ってこう一瞬元気になったように見えても本当は違うからね、その場だけでもまあ、ね、元気になってくださればそれはそれでいいのかもしれないんですけど、やはりね、ご自身の足で立ってこうきちっと歩けるようになるまでは、そうね、サポートさせていただくっていうのが私の方針なので、でも結構深いところですねそれね、そうですね、個人のね、ね、いろんなこう、まあ、悩みというかね、あれなんでしょうけどね、うんうん、そういうのもこう聞いたりなんかするんだ、そうですね、なるほどね、まあ、ですからそういう部分も少しこう自分の、雰囲気が変わってくれば、うんうん、ね、少しこうちょっと女の人って綺麗になってくると、うん、気持ちが変わりやすいので明るくなるじゃないですか、うんうん、だからそういう悩みも割と早く解決しやすくなってくるんですよ、うん、ああそうかそうか、だんだんね、うん、良くなっていくとすごくそうね、悩んでたことでもそうだ、だんだんこう溜まってないからスッスッてこう抜けていけるようなもんだ、荷物がいっぱいあるとね、だん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 こう重くなっていくけど、うん、軽いもんが重なってもね、うん、だからね、くたびれててもう疲れ果てた顔してって、うん、はっと鏡見て、うん、うわーどうしようってって思ってた、ああ私ってやっぱダメなんだってまたそこに戻っちゃうけど、うんそうねそうね、少しでも綺麗になるっていうことの方に集中していただくと、うんうん、その悩んでたことがだんだんちっちゃくなんですよ実は、うんうん、実は本当は大きくないんだけど、はいはい、自分で大きくしてるだけだから、うんうん、それをねちょっと違う方向を使って問題を解決していく、うんうん、お手伝いをする、あ、うん、まあ心の中も身軽な方がいいってことですね、そうですね、ね、いつも身軽にしておくっていうことで、はい、どん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 ね、こう問題を解消して早めに解消していくって、そうですね、そうするとね、心の荷物が多くなってないからすぐ抜け出せるってことだな、そう、あそういう仕組みね、はい、あなんとなく分かります、分かります、へえー、でもさ、こうやって自分が疲れることないんですか、その人の悩みをこう聞いててこうもうなんかほら、ま、なんかよくもらうって言うじゃないですか、あこういう仕事をなさってる方って ね、悩み事を聞いてる方は、うん、その悩み事をなんかこうもうもらっちゃう時もあるのって疲れるっていうけどね、一緒にこうここで上げていきますよね、うんうん、ご相談を乗りながら、うん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 、で自分のも一緒についでに上げちゃうんですよ、あそこで、はいはいはい、なので、うんうん、たまらないですね、うん、はい、逆に良くなっちゃうの、ええ、よくああそう相談に受けながら、うん、その中自分の中にもあるものをこう言葉で出したりとかするから、うん、逆にそこの中でも解決で相手の顔つきって変わりますよね、お話ししてる時にどん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 良くなってくると、うん、どん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 、うん、さっきまで泣いてた人が今笑うようになってきたと、うんうん、いうことで、はい、波動っていうのかその人のエネルギーレベルが上がるのと同時に、うんうん、やっぱりこちらも提供しているエネルギーが一緒になってこう上がっていくっていうのが感じられるというのか、ああはいはい、うん、そういえばそうか、ね、うん、まあ人でもそうだけどね、暗い顔をしている人と話すよりもね、この人ほらこの人といれば楽しいっていう人に、周りには絶対集まるじゃないですか、やっぱりね自然にね、うん、やっぱりそれ なんだろうな、やっぱり僕もあるな、やっぱりな、そのあこの人いたらこうなんか喋ってると楽しくなるなとかさ、うん、面白い話してくれるなっていう人と話してると自分までこう元気になってきたりとかねしますよ ね、うん、あれってね、だからこうそうじゃない相手をそういう状態に持ってった時に、うん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 、あすごい楽しい人と話してるじゃない私、うん、ってなるんじゃないですか、うん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 、それで気持ちよくなるんですね、うん、なるほどなるほど、
まあ、それ日常生活の中にもいっぱいあるもんね、そういうことね、でもそういうこう話しかけられないでっていう人もいるからね。まあそうですよ ね、だからそこ悩み、ね、いらっしゃったりするんでしょうけどね、まあ、同時にアンチエイジングと心の悩み、そうです ね、すごく共通してるなって、うんうん、私はいろいろ調べて、うん、で検証して、うん、でこう見てきたら、うん、重なってるんですよね。なるほどね、うん、例えばさこの悩みの中では婚活でも関係入ってない、はい、婚活っていうのは一番結構難しいよね。多いですね、私この2年で、ね、この3年で、婚活で、ちゃんと結婚ちっちゃな婚活塾みたいなのやってるんですよ。いや、それいいことだと思いますよ。だって堂々と婚活できない人がたくさんいるからやっぱり。で、うん、初年度3年前で3人、うん、で去年が3人、今年は4月の時点で4人結婚しました。お、結婚してくれました。ああ、よかったですね。でも私大して別に、うん、そんな手かけ品をかけて、ね、かけてってそんなことはしてないんですけども、うん、でもやっぱりそうやって来られる方は最初は何かのコンプレックスがあるのかな。人前でこう自分をこう出せないとか、あとはどっか、例えばね、顔の造作でど気になってるとか、そういうのもあるだろうね。ね、意外と自分の顔の造作でとおっしゃる方はいなかったですね。あ、逆にない、というよりか、じゃあ皆さん美しい方だったか、いや、そういうわけではないですよ、普通の方、ね、なんですけど、こううまく変な話だな、うまく結婚されて割とこう短い期間で、私がこういうのやってみたらって、ここはこうやってならもっと良くなるわよって言って、しばらくすると本当に結婚しちゃったりとかっていうのは、素直な人、あ、素直な人、素直に言われたことやった人ですね。でなかなかできなくても諦めずにやった人、私のところに来て、その1年ぐらい経って結婚されたっていう方も、やっぱりずっとやり続けてた方みたいですよ、聞いたら。婚活で言われたことはずっとやっていた、でもなかなか、見つからないだろうね、最初はね、と思うよ。そこまで俺はなんかこう、やっぱり消極的になるじゃないですか。いや、ですね、自分がどういう相手を望んでいるかっていうことをきっちりと出していない、リストに上げてない、こうビジョンができてないと、ビジョンできてない、どういう人がいいかっていう、あってよかったらっていうんじゃなくて、ビジョンを決めておけば、まあ、そうだよね。そしたら後で後悔っていうか、ね、しないもんね、こんなはずじゃなかったのにということもないよね、だからこういう人と自分は一緒になりたいっていう、そういうものをきっちりと出せた人は結婚できましたね。あ、なるほどね、だからいつまでたっても出せない人はできてないです、だから何人かはいますけど、できてないです。なるほどね、これ仕事も一緒だ、同じです、ね、はい、仕事もこうビジョンが決まってないとね、ずっと決まらないっていうかね、ただいいのがあればなっていう、そうですね、だけでずっと仕事を、ね、できない人もいるもんね。いい人いればなと、ほとんど同じなんですよ。そうかそうか、ビジョンを決めるってことだ、自分のね、こういう人と会いたいとかね、そうすると着実にこう前進するってことだよね、何でもね、ね、自分がこういう人と会いたいって言ったら、そういう人がいるとこ行けばいいじゃないですか、いっぱいいるとこ、で一応リスト上げてもらったら、その人たちがいるところがここよって教えるんです、私、でそこ行けばいいのに、いつまでたっても行かないんですよ、行かなくてなんか違うとこかで、ここにはいない、いないところを探してもやっぱり、だからそうじゃなくて、ここにいっぱいいるからって言っても、なるほどね、そういうアドバイスをしたりするんですね、そうですね、だからちょっと困ってしまう時もありながら、それでもね、決まりましたっていうお知らせいただくと、ああ、よかったな、あ、やってよかったなってすごく思います、ね、なるほどね、まあ、本当に今日今聞いててね、すげえ分かりやすい答えをね、どんどん出してくれましたんでね、なんか分かったね、ね、美人請負コンサルタント、はい、林千佳さんのね話です。もうというわけでね、もうあっという間にもう1時間が過ぎちゃってね、はい、番組終わりに近づいたんですけどね、まあ、これ何、林さんのところに相談に行きたいっていう方とか、どうすればいいの、そうですね、ホームページとかあるの、なんか
私の今、うん、Facebook の方にご連絡をいただく、ああ、林千佳さんだよね。林千佳さん、この味ですね。はい、うん、それで私のこの顔が出てます。あ、顔も出てんだったわけね、はい、今日見てもらってるからね、わかりますよね。ですから、うん、ね、この番組をご覧の方で、うん、ぜひ婚活で相談をしたいという方は秘策があります。その他にもね、はい、いろいろありますからね、うん、あの絶対にあなたを結婚させます。ですから私のところにぜひ来てください。というわけで、Facebook で探してください。というわけでね、今日のゲストはですね、はい、美人浮世絵コンサルタント林千佳さんでした。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。まあ、というわけでですね、番組の時間もやってまいりました。もうおしまいの時間でございます。ではまた来週ですね、ノブバーさんと8番目の侍で、あ、来週じゃないですね、各週ですからね、今度は3週目ですね、17日かな、次はね、でお会いしましょう。どうもありがとうございました。